こんにちは、今回は2020年の飼育を振り返る、です。本当はヤシガラマットを買って掃除をする予定でしたが、前回買ったダイソーのヤシガラマットがどこにもなかったので、掃除の様子は次回以降に報告します。特別報告する映像もないので、日常の様子を撮影しつつ、今年挑戦したヤシガラトビムシ飼育法を、詳しく説明したいと思います。うちの日本カナヘビ水槽は現在ヤシガラマットを敷いて飼育しています。去年まではペーパータオルを敷いて糞をしまくるカナヘビのメンテをしやすくしていました。しかし毎月水槽内をすべて掃除しても2週間で糞の匂いが漂っていました。なので今年からヤシガラマットに変えました。ヤシガラマットによって糞が早く乾燥して匂いが収まるのを期待しました。しかし糞の匂いは相変わらずで、掃除を頻繁にしないとひどくなる一方、そこでトビムシという土壌生物をヤシガラマットに住まわせて糞を処理する飼育法を実践していきました。河川敷でトビムシだろう生物を大量捕獲し投入、こういった飼育法は調べてもあまり出てこないので成功するのかとても不安でした。そして半年以上が経った現在、トビムシの数は維持され続け、トビムシ管理法は成功しています。水槽に糞の匂いがするのは設置物の上に糞がある時だけで、ヤシガラマットの上にした糞は無臭になっています。今年から飼い始めたハイナントカゲモドキの水槽でもトビムシを投入しているのですが、トビムシを投入してから一度も掃除していません。完全に水替えと餌やりのみです。とはいえ、さすがに半年以上も放置しっぱなしの水槽はどうかということで、糞と糞に付着したヤシガラマットを廃棄しつつ、新しいヤシガラを補充しようと考えました。しかしダイソーのあの150円圧縮マットは売っていません。ずっと探しているのに全く見かけなくなりました。どうしようもないのでネットで比較的安いものを買って、また使用感を報告したいと思います。またせっかくなのでこれまで一度も買ったことのないレオパゲルも買って、うちの日本カナヘビに与えてみたいと思います。ということで、現在のカナヘビとトビムシの報告でした。湿らせたヤシガラがあることによって、ダニも生息しているのですが、それ以上にトビムシが多くいるので、今のところダニが大繁殖することもなくうまくいっています。爬虫類の糞はとにかく匂いがすごいので、抑えることができて大満足しています。それでは今後も飼育に関することを報告していくので、次回の動画もよろしくお願いします。